留萌高校の教師が知人女性のアパートに侵入したとして逮捕された事件で、男は合鍵を使って侵入していたことが分かりました。留萌高校の教師佐藤克幸容疑者54歳は、今年7月と8月、札幌市白石区の20代の女性のアパートに侵入した疑いが持たれています。佐藤容疑者は女性が働く接客を伴う店に客として通っていて、佐藤容疑者の自宅からは女性の部屋を撮影した動画や GPS 発信機などが見つかりました。警察によりますと、佐藤容疑者は合鍵を使って女性のアパートに侵入したことが新たに分かりました。警察の調べに対し佐藤容疑者は、生活状況が知りたかったと容疑を認めています。